いやー、帰ってこれたー、よかったー。私はマスタードラゴン。いながらにしてここよりこの世界のすべてを知ることのできる。それはもう一回聞いたぞ。そなたらの働きで進化の秘宝はデスピサロともども地の底深くに沈んでいった。もはや人間が、人々が怯えることなく世界に平和が訪れたのだ。八人の導かれし者たちよ、心から礼を言うぞ。ライアン、お前は本当によくやってくれた。アリーナよ、そなたは女でありながらもよく頑張ってくれた。なんたって一番攻撃力のある人だからね。ブライにクリフトもアリーナを助けし、その働き誠に見事なり。マーニャにミネアよ、今のそなたたちを見れば父上もきっと浮かばれるであろう。トルネコよ、これからも世のため人のため商売に精を出すのだぞ。そしてソロよ、お前は見事やり遂げたのだ。もはや地上に戻ることもあるまい。これからは私と共にこの天空城に天空人として住むがよかろう。ソロはハーフなんですよね。天空人と人間のね。その者たちと共に地上に戻ると申すか。わかった。もう止めはせん。戦いの最中築き上げられたそなたらの友情はもはや何人も壊せまい。ソロよ、くれぐれも気をつけて行くのだぞ。また会うかもね、おっちゃん。いやー、無事倒せたね、デスピサロ。よかったー。ちょっと不安だったんだよね。レベル低いんじゃないかなって、若干低いんじゃないかなって思ってたんだ。自画自賛するのもちょっと恥ずかしいが、割と綺麗に戦えた感はあった。安定感があったよね。うん、自分はあったと思うんだけど。綺麗に戦えたんじゃないかな。どうしろと。ルーラしろってことでいいの？いや、でも絶対不思議な呪文に、不思議な、あれに書き消されるよな。だよね、不思議な力に書き消される。ここで小さなメダル取っておきました。これは、もしかしてママ？これ。ママかな？みんなに話しかけるフラグなのかな？あ、いや、ここから出れるのか。終わったよー。これで表ストーリーのエンディングが今から始まるのかな？よっしゃー。投稿始めて約1ヶ月くらいになるんですかね。もう1ヶ月は若干回りますが、無事表エンディングはクリア。表エンディングを見ることができるようになりましたね。見れましたね。よかったよかった。もうここまで来ると肩の荷も降りるというか、あとは裏楽しむだけだからね。ラスボスも当然行くよ。当然行きますよ。ただ今まではずっと我慢してたこの緊張感のある戦いを求めて、まあ皆さんが好きなようにやればいいとおっしゃってくださってましたが、まあ自分なりにね、配慮というか気を使ってというか、それなりにレベルは上げすぎずにねやってきてたんですよね。まあその縛りじゃないですけど、ここで一気に解放させます。裏はもうガンガンレベル上げて、本当にサクッとね裏ボスを倒しますんで、さっくりきます。本当にあ戻ってきてんじゃん。なんか神隠しにあったとかコメントが来てたけど、また直してもらってるぞ。どうせすぐぶち開けるだろうに。とりあえずは一旦みんなを故郷に返すのかな。そうですね、移民の街もやりたいよね。
移民の街をどうするかですか。そこを決めていかないとな。さすがに全移民の街見せるのはしんどいんで、どれかを狙う。あ、すごい。はぐれメタルヘルムとか買えるんだ。あ、これ違う。カジノだ。ラーの鏡とか、カジノの景品にあるけど何なんだろう。ゴスペルリングってなんだっけな。敵が出ないんだっけな、フィールドで歩いてて。確かそうだったような。小さなメダルも全部やんないとな。全部で69枚あるのか。裏ダンジョンに6つあるか。なるほど。移民の街に、も6つあるか。3つくらいはもう回収してるから9つあるな。景品の一覧。はい、景品の一覧。ちょっと見てみるぞ。全部60枚集めればいいらしい。今、40、いくつかだったよね。結構取り逃しがあるな。一番最後がグリンガム。52枚ではぐれメタル。の盾。移民の街を発展させれば闇の洞窟入る前に入手可能。マジか。そうだったのか。まあでも取らなくてよかったかな。低レベルではないけど、まあ通常レベルのマイナス1、2くらいできっとクリアしてると思うんで。アリーナたちはもしかしたらプラス1、2くらいになってるのかもしれないけど。あとやんなきゃいけないのが小さなメダル。小さなメダル。移民の街をカジノにする。あと何が残ってる？で、もう一人。9人目の導かれし者たち。を引き連れて、レベルをカンストさせて、まあ、カンストさせるかどうか、カンスト近くくらいにさせて、最後、裏ダンジョンに、の、ボスを倒す。これでドラゴンクエスト4は終了だ。これがパート40、いくつかな？まあ、中盤くらいに入ってるから、きっと、52、3くらいで終了かな？流れ的には。お、BGM 来た！この曲超好きです。初めて聞いたのはテリーのワンダーランドの時だったかな。確か人面獣がなん、人面獣かな、人面獣がいたエリアだったと思うんだけど。ソロの故郷に帰ってきたね。その毒の中央に羽帽子があるんだよね。おお、おお、なんだこの神秘的な絵は。まさか、わ！復活した。なんでなんで、どういうこと？まさに奇跡ってやつか、これは。おー、すげー。なんで最後復活したんだろう。気になって仕方ないが。主人公の村が元に戻ったらいいですけどね、これで。あんな毒沼なんかがある村じゃかわいそうだ。せっかくね、魔王を倒したのに、浮かばれないよね、それじゃ。いやー、やりましたねー。嬉しいなー。やっぱりさ、この、ゲームを攻略していくっていうのってさ、特にドラクエとか RPG 系は、やりきった感、終わった後のこの、高揚感、やっぱ他のゲームとは違いますよね。
アクションゲームとかだとサクッと終わってはい終了って感じがあるけど、やっぱり RPG は全然違うな。ドラクエのいいとこはのめり込みすぎないとこなのかもね。割とこの第三者的なポジションで常にゲームし続けられるのがきっとドラクエのいいとこですね。で、逆に FF のいいところはもう本当に自分がプレイヤーになってる感覚を味わせてくれるとこか。うん。それがそれぞれのRPG のいいところだよね、とても思います。9月中に2014年の9月中にはドラクエ4は終わりそうなんですよね。で、コメント欄でも来てる。ドラクエ10をやろうと。あ、9か。9をやろう。いや、1,2,3に行こうと。もう4,5,6,7,8はクリアしちゃってるんで、そう、この2極化なんですけど、今とても迷ってる。なんせさ、ドラクエ9はさ、DS 版だから、BGM が入れられないじゃん、自分の場合だと。BGM 入れようとすると、画面が取れないから。あっちが立てばこっちが立たず状態だからね。それがちょっともったいないなって思うんだ。ドラクエ9だったらドラクエだからさ、すっごい綺麗な BGM を流してくれるでしょ、おそらく。もしかしたらさ、9がリメイクされる可能性もあるじゃん。それを待とうかな。プレイステーションシリーズ4が出てるから、もしかしたらリメイクあるよね。リメイク待とうかな。でもリメイク後また3年待つのはちょっときついもんがあるな。まあそこは臨機応変に行こうか。基本的にさ、リメイク版は内容が変わらなければさ、その一番最初の発売したやつで考えるか、まあ最低でも半年くらいは待ってっていう形にしたいかなと思ってるんだよね。まあそこはまだ取らぬ狸の皮残業って言葉通りで、まず発売っていうかリメイクそのものがあるかどうかわかんないからなんとも言えないしね。するともしやるんだとしたら 1,2,3 になるのかな。まあ、まあまあでも、別に1,2,3にこだわらなくてもいいのかなと思うけど、でも1,2,3実況して、9も実況したら、多分日本人初であろう、ドラクエシリーズすべて実況した人間になれると思うんだよな。それを、狙いに行くのも、ありかなとは思うんだよね。まあこれからゆっくり考えていきます。うん。何か1タイトルをずっとやり続けるわけではないからね。自分だったら、今だったらドラクエ4やって、ポケモンやって、マイクラやって、マリカーやってとか、いろんな分岐があるから、まあ片手間って言うと言葉が悪いけど、分岐の流れでドラクエやることも可能だしね。ドラクエ1とかだったらすっごいあっさり終わるよね、きっと。ドラクエ2は若干長くなるか。3なんか全く未知だからな。なんとも言えないけど。おー、語ってるうちに終わってしまいましたが。とにかく、この動画の冒頭の方でも言いましたように、ドラクエ4、もう少しだけ続きますので、ぜひぜひ楽しんでいっていただけたらなと思います。では、表編クリアでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。